はい、こんにちは。今日もですね、書評の、投稿を始めていきたいと思います。今日はですね、こちらの、起業家クラブ、まあ、雑誌なんですけど、起業家ね、有名な方取り上げている結果なのかな、で取り上げている雑誌なんですけど、特集で、僕はちょっと最近気になっている起業家の方ですね、GMO グループの、熊谷社長、社長ですね、創業者なんですけど、この方のですね、話が、主に載っている特集だったので、ちょっと買ってみましたと。主にこの本人へのインタビュー と、周りのこう起業家など、周りにいる方ですね、主に部下の方というか、その右腕の方、役員の方とか、あとは藤田さん、サイバーエージェントの藤田さんとか、そういう付き合いのある方がどんな人なのかっていうのを解剖していた雑誌になります。で、結構面白かった点がいくつかあったので、ちょっと回数を分けてやっていきたいと思うんですけども、GMO っていうと本当にグループ100社以上あるかなり大きな会社に育った、ところなんですけど、基本的にやってる事業が、インターネットの、インフラ事業ですね。ちょっと売上高は今の時点では分からないですけれども、まあ、上場9社を含むはグループ100社以上あるというような形らしいですね。でうちもちょうど使っていて、インターネットの、インフラ、決済の方ですかね、使ってる形ですね。インフラをもうほとんど抑えてしまったというような会社になるんですけども、まあ、この方がどんな、気持ちでやってたとかとか、もうその作る前にどういうふうなことを学んでやっていったのかっていうのはことがかなり細かく載ってて参考になります。で今日伝えたいなと思ったのは、これですね、一つ目、ですね、これが、歴史をやっぱり学んでいると。素晴らしい経営者の方は結構歴史をしっかり学んで、そこから生かしている成功事例、失敗事例を学んだ上で、会社を作っているというポイントが、いいなと思いました。で一つ目、そこがですね、まずは、どんなことをしてたか、熊谷さんが起業前にやってたかということなんですけれども、なんかビジネスモデルオタクらしい、まあ、相当な読書家って話を聞いてちょっと分かんないですけど、年間になんか500なのかな、なんかそのぐらい本をこう多分速読とかしてると思うんですけど、そのぐらいこう本を読んでインプットしてるっていうので有名なんですね、この方は。で、中でもそういう歴史の本とか結構好きらしくて、例えば戦国武将とかもそうですけど、日本の戦国武将、どんな人がこう、上に登っていって、どんな人がこうダメになったのかとかっていうのをこういろいろ読んで、調べていくパターンとかね、そのうまくいった部署はどういうことをしてたのか、うまくいかなかった部署はどういうことをしてたのかみたいなことを学んでいるのを結構子供の頃から読んでたらしいんですけど、それが好きだったという話と、あとはですね、起業前にも財閥系、20代の頃から前半の頃から財閥系企業、まあ、日本で言ったらやっぱり本当トップの企業ですよね、もともと。あと、まあかなり巨大なグループ、戦前は解体されちゃったんですけど、戦後に。戦前はまあそこを牛耳ってたというほど大きくなったという会社が、でどんなふうに発展の歴史をたどっていたのか、それから成功事例、失敗事例を調べていって、でそこで成功する事業のこう型というのを、ね、見つけ出して、それを GMO に応用していたということらしいんですね。それが何かというと、見つけ出したものが、あれですね、インフラ事業であり、かつストック型ということですね。まあ、なんだろうな、インフラだから基本的にはこれがなくなったらやっていけないよというぐらい必要とされる肝になるものをやるということが大事です。まあ例えばですね、水道電気とか、まあ、そういうのもそうですけども、まあ、インターネットにおいてはこうインフラ決済だとか、そういうプロバイダーとかですね、そういう部分が、強いよということを割り出したというところでやっていこうというところ。あとストック型ですね。まあやっぱり単発のビジネス、売って終わり、一回売って終わりっていうビジネスだけだとやっぱり安定しなくて、ストック収入が入ってくる、毎月一定額が入ってくる、例えば携帯電話の、料金だったりとか、プロバイダーの料金だったりとか、決済の例えば一定パーセンテージが入ってくるとか、そういう、一回にドンと売り上げではなくて、しっかりと毎月いくらというのが確実に固く入って、それが増えていく、そういうビジネスが過去に成功してきたパターンとして、強いということを割り出したので、GMO でもこれをやっていたというような形なので、歴史をしっかり学んでそれを生かしているというような部分がすごくいいなというふうに思いました。まあ、他の成功者経営者もやってると思うんですけど、熊谷さんは特にその傾向が強くて、まあ、本からその歴史を学び、自分の会社を作るときに生かして成功をちゃんとさせていったと。まあ、確率の非常に高い方法を選んでやってる、結構硬い経営者の方なんですけど、そこがすごいなというふうに思いました。でさらにその歴史を生かしてですね、
長期の目線で計画を立ててると55年計画っていうのを立ててるらしいんですけど、あの1年2年とかではなく55年単位で、2051年に売上高10兆円経常利益1兆円目指すという計画を立ててる。だから短期で、なんだろう、焦って売上を取りに行くとかではなく、ちょっとずれても別に55年の中でやってるわけだから、そのスパンの中でずれたら、まあ、55年の中で調整していけばいいよというような形で、かなり長い目線、対極感を持って、経営をしているということなので、これも、やっぱりその歴史観から学ぶ、その対極感、歴史を学んでると、やっぱりそういう長い目とか、大きい軸で見れるようになるので、なんかそこも生かされてるんじゃないかなというふうに思いました。孫さんとかもね、ソフトバンクも、ね、300年帝国を作るとかいう話をしてるんですけども、やはり長いスパンでしっかり見てるっていうのは、歴史観をこう学んでる方にはできる技なんじゃないかなというふうに思いました。なので、まず一つ目の、ポイントはですね、歴史をしっかり学び、それを経営に生かすというところですね。これは、僕も今結構歴史を授業でやってて学んでいるんですけども、やっぱりこう国家っていうのは企業よりももっとずっと長くあって、ローマとかね、いろんな帝国があって、どうやって成長しどうやって滅びたかっていう事例がたくさんあるので、そこから企業が学べることっていうのはすごく大きいんじゃないかなと思うので、単に企業の歴史、まあ、企業の歴史ももちろんそうなんですけども、もっと前の国家の歴史とか、どういうふうに自分の国家が成り立ったのか、どういうところで過ちを犯したのかみたいな、そのパターンをしっかり知って、送るっていうことは、これからですね、まあ、いろんな変化があるというか、激動の読めない時代が、に突入してるわけなんですけど、そういう中でも歴史観があると、一つ寄り所、比較的確実な寄り所ができるんじゃないかなと思いました。一つ目のポイントです。残りは次回以降取っていきます。